皆さん、こんにちは。神田英介です。これまで、いろはにほへとと順番に、川柳、つれづれ遊び歌を読んできました。今日は、このいろはのうるから始まるつれづれ遊び歌、これをご紹介したいと思います。類似品、よく見極めて本物を。類似品、よく見極めて本物を。巷にはですね、こういう類似品がいろいろと出回っております。高級財布なんかもですね、本物とこう見分けがつかない類似品がですね、結構出回っていますよね。どっちが偽物、どっちが本物かなかなかわからない。でもこの偽造品っていうのはですね、見えないところが非常に雑に作られているということが言われています。これもですね、ネットオークションで出回ってるメモリースティックですが、見た目には偽物かどうか全然わからないですよね。でもですね、本物にそっくりに見えるんですが、著作権保護技術、マジックゲートっていうのがついていないことがほとんどだと言われています。使ってるうちにですね、データが壊れてしまったり、ハードが壊れてしまったりする危険性があると指摘されています。ロレックス、この時計に憧れる人も多いかと思うんですが、本物と偽物、見た目には全然分かりませんよね。でもですね、つけている人に聞きますと、どうもやっぱり偽物は違和感がある。そして裏側とかですね、側面の作り方が雑だと言われていますね。ほとんどの場合ですね、コピー商品というのは質が悪いんです。手っ取り早く金儲けできるわけですね。だから、よく売れている評判の良い他の会社の製品をですね、パクる、模倣するということをやるわけですね。他の人がまいた種を労せずに刈り取るというただ乗り、これをやるわけですね。他人がまいた種を労せずに刈り取る、これは犯罪行為ですよね。小道徳にも劣る極めて悪質な行為ですから、法律上も厳しく規制されています。犯罪行為として処罰される可能性もあるわけです。今やコピー大国の地位を不動にしたお隣の国があります。もういろんなものが模倣されています。でもここにですね、ディズニーランド、本物のディズニーランドが上海に開園されました。これでですね、あの国は変わるんでしょうか。行政書士の方もこんなことをおっしゃってます。いろんな国の政府とか企業はですね、この国の、知的財産権の侵害問題で悩まされている。その背景にあるものをですね、個人や企業が目先の利益を求めて真似してるだけじゃなくて、政府自体が、欧米諸国の先進技術を追い越すために、あらゆるこの手段を使ってですね、情報の窃盗をするという政策をとっている。だからなんだということをおっしゃっています。類似品、ほぼ本物と同じでですね、価値あるものもあるんですけれども、騙されてですね、大変な目に遭うこともあります。特に人の心を欺いて人の運命を左右する場合、これはですね、類似品が及ぼす影響は非常に深刻です。パスカルというフランスの哲学者がいます。有名ですよね。考える葦という言葉を言った方です。人間は一本の葦に過ぎない。自然のうちで最もひ弱い葦に過ぎない。しかしそれは考える葦である。こう言いました。そして彼がですね、同時にこんなことを言ったんですね。人の心の中には神が作った空洞がある。その空洞は創造者である神以外のものによっては埋めることができない。彼はですね、類似品では埋めることのできない空洞がですね、人の心の中にはあるんだということを言っているわけです。世の中にはですね、心の空洞を埋めてあげるよって約束する類似品がたくさん溢れています。そもそも考えてみたいことはですね、じゃあ
人の心の中にその空洞ができたのはなぜかということです。聖書の説明を聞いてみたいと思います。人間の始祖であるアダムとエバ、これがですね、最初に作られた時、エデンの園というところにいたわけですが、園の中のどの木からも取って食べていい、しかし園の中央にある善悪を知る知識の木の実は取って食べてはならない、それだけは取るなよと言われた、それを食べたら死ぬと言われていたのに、エヴァがですね、これ見ると非常に美味しそうに見えた、そして見た目もいい、彼女は結局それを取って食べてしまう、そしてパートナーのアダムにそれをあげてしまって、アダムも食べてしまう、こういうことをやったわけですね。あなたは神のようになれるんだ、この見た目のいい美味しそうに見えるこの果実、神が取って食べては死ぬって言われたこの果実を取って食べたらあなたは神のようになれるというサタンの嘘に騙されたわけですね。ですからこの二人はこれを食べた後ですね、真実のお方の前に出ることを恐れて身を隠したんです。創造者から断絶された結果、心に空洞が生じた、これが聖書が説明することです。以来人類はですね、神のようになれるという幻想をずっと持ち続けてきました。そして心の空洞を満たそうとしてきました。有名なこのバベルの塔の話があります。さあ我々は自分たちのために町と頂きが天に届く塔を建てて名を上げよう、神のようになろうじゃないか、こういうことをやったわけですね。神として祭り上げられた歴史上の権力者たくさんおりますが、この権力者たちもですね、心の空洞を埋めることはできませんでした。例えば偉大な国バビロンのネブカドネザルという王様はですね、高さ30メートル、幅3メートルの金の像を作りました。そしてバビロンにいる全国民に対してですね、この角笛とかハープとかこういったもろもろ楽器の音を聞いたときは、みんなその前にひれ伏して王が建てた金の像を拝めということを命令する、そんなことをやったわけですが、この彼ですら心の空洞を埋めることはできませんでした。古代エジプトにおいてはファラオたちもこの冥界の神オシリスとして神として崇められましたけれども、彼らも心の空洞を埋めることはできませんでした。古代ギリシャにおいては英雄たち、これが神殿にですね、神として祀られていったわけですが、彼らも心の空洞を埋めることはできませんでした。古代ローマにおいては皇帝たちも神々として祀られていったんですが、彼らも心の空洞を埋めることはできませんでした。中国においてこの漢の武帝の時代ですね、国の宗教としての地位を確固たるものにした儒教というのがあります。この孔子も人々の崇拝の対象となったんですが、この孔子ですら心の空洞を埋めることはできませんでした。日本の江戸時代を始めたこの徳川家康、彼は東照宮に東照大権現、神として祀られているわけですが、この徳川家康、東照大権現でもさえも心の空洞を埋めることはできませんでした。アドルフ・ヒットラー、彼はですね、立法権、行政権、司法権、この3権を含むドイツ国内の全権力を支配した人です。でも彼ぐらいこの全権力を支配したといっても心の空洞を埋めることはできませんでした。現人神として崇められた天皇もこの心の空洞を埋めることはできませんでした。今の北朝鮮を見ていますとね、この初詣になりますと全国民が金日成氏、キム・イルソンさん、そしてキム・ジョンイル、金正日さん、この像をですね参拝することが求められているんですね。この金王朝というのは何を言っているかというと、金王朝は
国民のすべての必要を満たすと公言しています。ところがこの彼ら、心の空洞を埋めてくれているんでしょうか。じゃあですね、お金が心の空洞を満たしてくれるんでしょうか。私たちはお金さえ持っていれば何でもできるという幻想を持ってしまっている場合があります。お金は全てのことを可能にしてくれる神って本当なんでしょうか。あるいは科学技術の発展、これがですね、人類の心の空洞を埋めてくれるんだという幻想に捉えられることもあります。科学技術っていうのは人類を万能にする神って本当なんでしょうか。人間にですね、無限のエネルギーを提供してくれるという幻想で作られたものが原子力発電所です。東京電力福島第一原発が立地していた福島県双葉町の中心街に、実はこういう看板が掲げられていました。原子力、明るい未来のエネルギー。原子力、明るい未来のエネルギー。原子力っていうのはですね、本当に明るい未来を我々に提供してくれるんだ。そしてこの双葉町はですね、原発を作るための土地を提供し、そしてこの原発で働く従業員たちとして雇ってもらって、お金儲けをすることができた。とってもいいものがやってきてくれた。そして明るい未来を約束してくれたはずの原子力だったんですが、あの東日本大震災の後どうなったか。この原発は事故を起こしました。そしてここら辺は全部立ち入り禁止になりました。この前にはこうやって柵が張られてですね、誰も入ることができない。夜になると明るいどころか真っ暗でした。この看板はですね、今はと言いますと、この東日本大震災原子力災害伝承館に展示されています。そして人知を過信する愚かさに対して警告を与えているわけですね。世界中の情報に私たちは今アクセスできるようになってきました。まるでですね、なんか自分が全能者になったかのような幻想を抱かせてくれる。これが現代のテクノロジーです。しかしですね、現実はと言いますと、フェイクニュースが溢れている。いろんな情報が手に入るんですが、どれが偽物、どれが本物、なかなか分かりづらい、そんな世界に住んでいます。本物を選ぶ知恵が実は今私たちには必要とされているわけですね。じゃあ宗教っていうのは私たちの心の空洞を埋めてくれるんでしょうか。叶えてほしいですね、願いを伝えて、宗教が加護を与えてくれるようにとこう祈るわけです。この宗教にですね、真剣に人生をかける人も多いですよね。しかしですね、もしこの頼りになると信じきっていたものが幻想だったらどうでしょう。本当は頼りにならないんだということが分かった場合に、本当に人生めちゃくちゃになってしまいますね。日本の宗教法人法というのを見てみますと、これはですね、信教の自由を尊重する目的で宗教団体に法人格を与えるものなんですが、条件はですね、礼拝の施設を作ってその礼拝の対象物、財産を所有して法的な条件を整えさえしたら、日本で宗教法人というのを取ることができるわけですね。ですから営利目的とか、この反社会勢力の隠れ蓑となるケースも実は起こっているわけです。ヤフーの知恵袋というのがございます。ここにですね、面白い質問がありました。自分で新興宗教を作って教祖になって人儲けしたいんだけど、どういう準備をすればいいですかという質問でした。これに対してですね、ヤフーの知恵袋がしてくれたアドバイスをご紹介したいと思います。
宗教は簡単に作れますって言うんですね。それなりのでも準備が必要だ。どういう準備をすればいいかというと、準備のコツとしてはこうですって。まず第一、ご利益は実現できる範囲に抑えること。そして第二番目は、奇跡はやめとくこと。3番目、年収の 15% 以上は搾取しないこと。4番目、地獄とかですね、霊障、こういったものを武器にして壺とかハンコなどに付加価値をつけて高い値段で売らない。そして5番目、厳しい自然の中でね、悟りがあった、お告げがあったことにしましょう。財源がもし手に入ればね、本部を作って教祖様開眼の地として、そういうね、立て看板を置きましょう。6番目、選挙には出ないでおきましょう。7番目、多角経営をやりましょう。ラブホテルとか飲食店とか不動産を運営しましょう。8番目、機関紙を発行しましょう。9番目、歴史のある宗教には敬意を払いましょう。で、10番目、人々を勧誘するときはですね、大学のサークルっていう体裁をとって、社会を知らない若者を取り込みましょう。11番、コミュン、まあみんなで共同生活をする、そういったものはやめましょう。12番、何でもいいから神を置くことをしましょう。こういうんですね、こんだけやっていたらですね、このルールの範囲内でうまくやれば、5年ぐらいしたらサラリーマンの年収を超えることができますよ、まあ、こういうアドバイスをしているわけです。ですからですね、私たちはこう見た目だけで判断しちゃいけないんですね。見た目が立派だからじゃなくて、本当の宗教というのは中身をきちんと確かめる必要があります。私たちいつでもですね、偽り、この類似品に引き込まれる危険があるからですね。聖書は何つってるかって言いますと、父である神の御前で清く汚れのない宗教とは、孤児やヤモメたちが困っている時に世話をし、この世の汚れに染まらないよう自分を守ることです。だからお金儲けの宗教とですね、本当の宗教ときちんと区別する必要があるということを聖書は教えてくれているわけですね。そしてあのヤフーの知恵袋には、何でもいいから神を置きなさいというアドバイスがありましたね。ここにはこの純金の神々があるんですが、阿弥陀如来像、これは288万で買える。そして純金の、観音菩薩像、これはですね385万円出せば買える。お金さえ払えば誰でも手に入れることができる神々っていうのがあるわけです。で、私たちはですね、高いものほどありがたさがあると思ってしまうわけですよね。でも創造神の言葉を聞いてみましょう。創造した神は何とおっしゃってるかと言いますと、偶像を作る者は皆虚しい、彼らが慕う者は何の役にも立たない、それら自身が彼らの証人だ、見ることもできず知ることもできない、彼らはただ恥を見るだけだ、誰が神を作り偶像をいたのか、何の役にも立たないものを見よ、その人の仲間たちは皆恥を見る、それを細工したものが人間に過ぎないか。だから人間が作ったこういったものっていうのはみんな虚しいってことを言ってるわけです。純金じゃなくてもですね、木彫り、これはもっと安くで手に入ります。毘沙門天像、これは約2万円で買えるって言うんですね。でもですね、旧約聖書の中でこの創造、天地万物を創造された神様のおっしゃってる言葉を聞いてみたいと思います。木で細工するものは測り縄で測り、朱で輪郭を取り、カンナで削り、コンパスで線を引き、人の形に作り、人間の立派な姿に仕上げて神殿に安置する。杉の木を切り、ウバメガシやカシの木を選んで林の木の中で自分たちのために育てる。月桂樹を植えると大雨がそれを成長させる。それは人間のために薪になり、人はその一部を取って暖を取り、これを燃やしてパンを焼く。またこれで神を作って拝み、
これを偶像に仕立ててこれにひれ伏す。半分を火に燃やし、その半分の上で肉を食べ、肉を炙って満腹する。また温まって、ああ温まった炎が見えるという。その残りで神を作って自分の偶像とし、ひれ伏してそれを拝み、こう祈る。私を救ってください、あなたは私の神だからと。彼らよく知りもせず理解もしない。その目を塞がれていて見ることもできず、その心が賢くなることはない。日本ではですね、縄文の昔から自然というものを偶像として信仰の対象にしてきたことがあります。自然というこの雄大さに触れてですね、その自然に対する畏敬の念を抱く、そして恐れ敬い崇拝する、まあ山岳宗教、これは典型ですけれども、太陽崇拝ということも私たちはやってきたわけですね。でもこういったことに対して創造神の言葉を聞いてみたいと思います。天に目を上げ、太陽、月、星など天の万象を見るとき、惑わされてそれらを拝み、それらに仕えることのないようにしなさい。それらのものはあなたの神主が天下のあらゆる民に分け与えられたものである。こう言われているんですね。太陽とか月とか星、こういった自然というものはですね、それを作ったお方がいらっしゃる。そのお方こそ崇拝されるべきだと聖書は語るんですね。皆さんよくご存知のモナリザという絵画です。非常に素晴らしい作品として全世界で称賛をされていますが、それを描いたのは実はレオナルド・ダ・ヴィンチというイタリアの美術家です。このモナリザが素晴らしい、でもそれを描いたですね、天才画家ダ・ヴィンチこそが偉大なんですね。天地創造した神はこう言われます。彼らの神々はどこにいるのか、彼らが身を避けた岩はどこにあるのか。今見よ、私こそがそれである。私の他に神はいない。私こそがそれである。私の他に神はいない。私を殺しまた生かす。私は傷つけまた癒す。私の手からは誰も救い出せない。まことに私は誓っている。私は永遠に生きる。またあのモーセに与えられた10回というのの第1番目には、あなたには私以外に他の神があってはならない、あなたには私以外に他の神があってはならないという言葉から始まります。あなたは自分のために偶像を作ってはならない。上の天にあるものでも、下の地にあるものでも、地の下の水の中にあるものでも、いかなる形をも作ってはならない。それらを拝んではならない。それらに仕えてはならない。あなたの神主である私は妬みの神。私を憎む者には、父の咎を子に報い、三代四代にまで及ぼし、私を愛し私の命令を守る者には、恵みを千代にまで施すからである。偶像というのは一時的なものですね。いつかなくなる。でもですね、新約聖書の中にこう出てきます。私たちは見えるものにではなく、見えないものに目を留めます。見えるものは一時的であり、見えないものは永遠に続くからです。永遠に続くものにこそ目を留めなきゃいけない。そしてヨハネの福音書の中では、神は霊ですから、神を礼拝する人は御霊と真理によって礼拝しなければなりません、こう言われています。今日のイロハ歌、ルから始まるイロハ歌は、類似品よく見極めて本物を、類似品よく見極めて本物をというものでした。いつものように最後にお祈りの提案をしたいと思います。このような祈りをしてご覧になったらいかがでしょうか。すべてのものを創造された神様、私はこれまで権威、お金、科学技術、宗教などが私の心の空洞を満たしてくれるもの、また
酒どころを提供してくれるものと思い込んできました。頼りにならないものを頼りにしてきた私の愚かさをお許しください。今からのうち、私は類似品ではなく永遠の存在である本物のあなたを礼拝します。お約束の通り、あなたの恵みを仙台に至るまで与えてください。アーメン。いかがでしょう。もしこの祈りがあなたの心からの本当の祈りだったら、これを私がまたいつもの通り短く切ってお祈りをします。そして最後にアーメン、この祈りは私の心からの真実な祈りですという言葉を加えて一緒に祈っていただけたらと思います。それではそういう気持ちを持たれた方はご一緒にお祈りしましょう。祈ります。すべてのものを創造された神様、私はこれまで権威とかお金とか科学技術とか宗教などが私の心の空洞を満たしてくれるもの、また酒どころを提供してくれるものと思い込んできました。頼りにならないものを頼りにしてきた私の愚かさをお許しください。今からのうち、私は類似品ではなく永遠の存在である本物のあなたを礼拝します。お約束の通り、あなたの恵みを仙台に至るまで与えてください。アーメン。もしね、あなたが心からアーメンとお祈りなさったら、あなたの心にある祈りを天地万物を作られた神様はちゃんと聞いてくださってます。感謝しましょう。それではまた次の機会お会いしたいと思います。それではさようなら。